尊敬される国、ソフトパワータイプ、尊敬される国、それから品格なる国、それでもソフトパワータイプですね。ですから、あのポイント、メインメッセージは、そういった徳のある習慣で、ぜひマレーシアも日本も尊敬される国になりましょうというのは。